ビクトリー船は、第二次世界大戦中ドイツの U ボートの攻撃によって失われた船を代替するために、北アメリカの造船所で大量に建造された貨物船の型である。これ以前に建造されていたリバティ船に比べてより、新しい設計で、いくらか大型になり、より強力な蒸気タービンを備えて、U ボートにとって攻撃するのが難しい高速、輸送船団に加入できるよう、 より高速を発揮できるようになっていた。合計で531隻のビクトリー船が建造された。カリフォルニア州ロサンゼルスのカリフォルニア造船に並ぶビクトリー船合衆国戦時海運管理局が1942年2月に設立されて最初に行ったことの一つとして後にビクトリー級として知られることになる船の設計を依頼するということがあった。 当初は EC2SAP1 という記号が与えられており、EC2 はエマージェンシーカーゴタイプ2を、S は蒸気タービン推進を、AP1 は線備一軸スクリュープロペラを意味した。EC2SC1 はリバーティ線の設計であった。1943年4月28日にビクトリー線という名前が公式に採用され、記号は VC2SAP1 と改められた。 こうした船は、緊急造船計画の下で建造された。ビクトリー船の設計は、大量建造に成功していたリバティ船の拡張であった。ビクトリー船は、リバティ船よりいくらか大きく、全長は14フィート、長い455フィート、幅は6フィート、広い62フィート、積載時喫水は1フィート、深く28フィートであった。 排水量トンの増加量は1000トンに満たず15,200トンであった。選手牢を高くし、より洗練された尖閣設計により高い速度を出せるようになっており、リバティ船とはかなり異なった外観となっていた。U ボートの攻撃に対する脆弱性を減らすため、ビクトリー戦はリバティ船より4ノットから6ノット速い、15ノットから17ノットを出せるようになっており、 航続距離も長くなっていた。速度の向上は、より新しく、効率的な機関によって達成されていた。リバティ戦には2500馬力3段、膨張蒸気機関が使われていたのに対し、ビクトリー戦では、レンツ式レシプロ蒸気機関、蒸気タービン、またはディーゼルエンジンのいずれかを用いるように設計されており、6000馬力から8500馬力を出した。 ほとんどのビクトリー船は戦争前期には供給が逼迫していて軍艦用に割り当てられていた蒸気タービンを採用していた。前線が石油燃焼ボイラーを装備したが少数のカナダの船は石炭こと石油タンクの双方を装備して完成した。他の改善点としては蒸気駆動の補給を排して電気駆動としたことが挙げられる。 リバティ船の何隻かで発生した船体の破壊の問題を避けるため、骨格部材の間隔を6インチ広げて36インチとし、船の剛性を下げた。船体はリベットではなく、溶接で組み立てられていた。VC2SAP2 型、VC2SAP3 型及び、VC2MAP4 型には、対潜水艦用及び、 対水上艦艇用として一門のマーク125インチ砲が船尾に装備され、また対航空気用として一門のマーク223インチ砲と八丁のエリコンカ2 0トル機関砲が船手に装備されていた。こうした武装にはアメリカ合衆国海軍武装警備隊の要員が配置されていた。VC2SAP5 型のハスケル級攻撃輸送艦は5インチ砲。 4連層母ホース 40mm 機関砲1門、2連層母ホース 40mm 機関砲4門、単装 20mm 機関砲10門を装備していた。ハスケル級にはアメリカ合衆国海軍の要員のみが乗り組んでいた。ビクトリー戦は当時の貨物船としては戦争間の容石の比率が優れていたことで特筆される。ビクトリー戦には5つの船倉があり、第一、第二。 第5戦争は、それぞれ7万400、7万6700、6万9500立方フィートの容石があった。第3、第4戦争は、それぞれ13万6100、10万300立方フィートの容石があった。ビクトリー戦には、マスト、ブーム、デリッククレームを備えており、必要であれば、岸壁側のクレームや、ガントリーがなくても、 自力で貨物を積み下ろしすることができた。最初のビクトリー船は、ユナイテッドビクトリーで、オレゴン造船において1944年1月12日に着工し、2月28日に完成して、その1ヶ月後に、諸女公開を行った。アメリカ向けの船は、鮮明にビクトリーを含む単語を使っていた。イギリス向け、カナダ向けはそれぞれ、コート及び、 パークを含んでいた。最初のユナイテッド・ビクトリーの後、34席は連合国の国名にちなんで名付けられ、さらにその次の218席はアメリカ合衆国の都市にちなんで名付けられ、その次の150席は教育機関の名前にちなんで名付けられ、そして残りは様々な名前が与えられた。AP5 型攻撃輸送艦に関してはビクトリーを含まず、 アメリカ合衆国の軍の名前が付けられているが、一隻のみ、フランクリン・ルーズベルト大統領の末期の個人秘書であったマービン・マッキンタイヤにちなんで、マービン・エイチ・マッキンタイヤと名付けられた。当初の収益はゆっくりで、1944年5月までに収益したのは15隻のみであったが、戦争終結までには531隻が建造された。管理局は、 その後の132席の発注をキャンセルしたが、アルコア機船会社向けに1946年に3席が建造されて、アメリカ合衆国での総建造数は534席となった。戦時海運管理局提供の1944年初期のカリフォルニア造船におけるビクトリー船建造の様子と、1945年5月時点の トン数ベースの建造量標ビクトリー船の機関室、戦時建造中414隻が一般貨物船で117隻が攻撃輸送艦であった。最初のビクトリー船が登場した時点で大西洋の戦いはほぼ連合国の勝利に返していたので U ボートによって撃沈された船はなかった。3隻が1945年4月に 日本の神風特別攻撃隊により撃沈されている。第二次世界大戦後、マジックカーペット作戦でアメリカ合衆国の将兵を帰国させるために多くのビクトリー戦が軍隊輸送船に改造された。合計で97隻のビクトリー戦が1隻あたり1600人の将兵を運べるように改造された。改造にあたって一つの寝床を複数人で 交代使用するベッドまたはハンモックを縦3段に重ねたものと食堂、運動室などが船倉にしつらえられた。36隻ほどのビクトリー船が運用を続け、朝鮮戦争にも用いられ、またベトナム戦争では100隻のビクトリー船が用いられた。多くの船は売却されて商用の貨物船となり、わずかな船が旅客船となった。 一部は合衆国海軍予備艦艦隊として、係留され、その後解体されるか、再使用された。多くの船は戦後改造され、何年にもわたって様々な用途に用いられた。一隻の VC2MAP4 型、ディーゼルエンジン搭載のエモリービクトリーは、インディアン事務局によって、ノーススター3として、アラスカ水域で運用された。AP3 型のサウスベンドビクトリーび、 タスキーギービクトリーは1957年から1958年にかけて海洋観測船のワウディッチ及びダットンにそれぞれ改造された。ダットンは1966年に起きたパロマレス米軍喫墜落事故で行方不明になった水素爆弾の探索作業に用いられた。1959年から 予備艦隊から数隻の船を抽出してアメリカ航空宇宙局向けの装備を行った。例としてキングスポートビクトリーはキングスポートと解明されて世界で最初の衛星通信船に改造された。またハイチビクトリーはロングビューと解消され初めて軌道から地球に戻ってきた人工物であるディスカバラー13号のローズコーンを1960年8月11日に 回収した。シェバーンは1969年から1970年にかけて距離計測線のレンジセンティネルに改造され弾道ミサイル試験の軌道に沿った追跡を行った。4隻のビクトリー船が展開中の潜水母間へ魚雷、ポセイドンミサイル、パッケージ化された石油、予備部品を運搬する弾道ミサイル貨物船となった。1960年代には アメリカ海軍によって2隻のビクトリー船が再稼働され、技術調査官に改造され、船体分類記号はアグトアとされた。イランビクトリーがベルモントとなり、シモンズビクトリーがアリバティとなった。ディバティは1967年6月にイスラエル軍から攻撃を受けて大きく損傷し、その後退役して海軍席から除籍された。ベルモントは1970年に退役した。 バトンルージュビクトリーは1966年8月に南ベトナム解放民族戦線の設置した機雷によってメコン川デルタ地帯に沈められ一時的にサイゴンへの水路を塞いだ。ほとんどのビクトリー船は第二次世界大戦においてリバティ船、ビクトリー船やその他の船を建造するために設置された西海岸にある6カ所の造船所を呼び オルチモアの緊急造船所で建造された。ビクトリー船はこうした造船所にある能力の小さなクレーンで組み立てられるように設計された。一部の船はイギリスやカナダで建造された。フロリダ州タンパで保存されているアメリカンビクトリーアメリカンビクトリーの現状部構造物3隻が博物館船として一般公開されている。ありがとうございます。